わっちはこれからお前の師匠だ。初めてだよ、弟子を入れるの。だから優しくして。まあ、とりあえず二人息合わせて頑張っていきましょうね、テヘペロ。まさに長老たちの嫌がらせ。何このパンピーは。さあ、行くさね。わっちの無双法に寝床も用意してあるよ。はい。おいおい、元気ないね。おっぱい飲むかい？でもそれ以上はダメだよ。はあ、12歳の初太に何言ってんだ、この100歳次女が。慰めようと思ってさ。何か心配事かい？修行、俺の空霊魂本当に大丈夫なのかな。下向くな。バカ家元に任せられたからには必ず終戦の道を開いてあげるさね。空霊魂ぐらいじゃまだわっちを困らせるほどのレベルじゃない。だよね、出ないと俺が困る。オーリクです、これからよろしく。わっちはオーグ、今日からお前の師匠となる。よろしくな。行くよ。もう、とりあえず飛びながら話そうかね。この霊剣山は総計衆の霊気が集まる場所。外からはよくわからないだろうが、12の峰が連なるところ、その全てが終戦の聖地だよ。その中でもハイレベルの霊気を宿しているのが精神法、通妙法、共妙法、その次がワッチの無双法さね。二人だけだから霊気は十分使えるよ。お、これはどういうこと？山の草木のことかい？何年か前、借金返すのに売っちまった。でも種を買う気もないし。まあ、四五百年もすれば回復するだろ。焦ることないさね。焦ろや。そんなんだから他の長老たちにはぶられてんじゃねえの。さあ、着いたわよ。ここがわっちのお城さね。ちっちゃ！でもこいつならどんなでかい城でも3日でこうなりそうだな。改めて言っとくけど、現在天剣堂長老10人の中でわっちは5番目。中途半端だけどね。修行しているのは自己流の無双子。自己流？師匠は今どのレベルなの？銀丹新人だぜ。びっくりした？レベル低っ。びっくりしすぎてコメントしづらいわ。で、他の長老たちは？1番目の新鮮を目指すあのバカ家元が上から4番目のレベル過信。他はみんな5番目のレベル岩影よ。過信の位が1人なんて本当に恥ずかしい長老たちだわ。金丹ってその次の6番目じゃん。お前が一番恥ずかしいわ。ほれ、今からここがお前の部屋だ。場所も分かったことだし、晩飯食いに行くか。今日はわっちのおごりさね。今日はってことは明日から自力ってこと？心配するな。無双法は丸裸だが、トカゲぐらいは多少いるから。サバイバル教室じゃねえ。聞いたか、商戦大会の話。うん、なんかとんでもない奇才がいて、いきなり神殿弟子になったって。あ、オーブ長老。え？ってことはあれが噂の神殿弟子か。食ってるぞ。これも修行の一部か。雲の上の人が外門で食堂なんかに来るなんて。庶民生活を体験するつもり？じゃがいも炒めを食っとるぞ。酢豚を食べてる。大根の千切りを避けた。箸の使い方が美しい。ごちそうさま。こんだけ注目されるなんてちょっと気持ちいいかも。おまけにおごるって、外門で食堂でただ食い。この厚かましさ、この先楽しくやってけそうだわ。はあ。まだ寝るの？簡単な素質テストをするよ。嘘！霊剣派は夜実習もあるの？専門に入った以上、何千年も遅れてる人間界の学問は出さないから。このテスト問題は何百年も模索して進化したものだから、心して解きなさい。人間界の知識など役に立たないこのテスト問題を、このスピードで、しかも正確に。やはり生まれつきの才能か。さすが空霊魂を持つ天命の子。お前は終戦して何を求める？
旋回に飛翔するため？そんなもん口だけだよ。飛翔できる人なんてほとんどいないからね。じゃあ長生きのため？今終戦会で一番の死に損ないは崑崙山の南国仙人。歳は3590歳。研究用人体として生きてる。それでいいと思う？実のところこの答えはないんだ。バカにしてんの？わっちが言いたいのは、終戦の目的が何だとしても実現するには一つの基本条件が必要ってことさね。うん、それはもっと硬い、もっと硬い、もっと硬い。もうやだ、下ネタばっかり。命と修行のことを言っとる。最低。どの段階、どのレベルに達しようが、自然の災いは必ずやってくる。中には命を落とすような。絶対に生き延びろ。それに加え、人の行為による災いはもっと防ぐに防ぎきれない。万生命が管理してると言っても終戦会の犯罪率はまだ高い。邪教は言うまでもなく、大手名門などでも汚い奴はいっぱいいる。とにかく一番重要なのは揺るがない固い意志だ。パワーとスピードがあっても弱い意志につけ込まれ命を落としてしまっては全て無駄に終わる。よし、明日から正式に修行だ。季節が変わり2年が過ぎた。帰ったか。うわ、すごい手記。くそ、死んだ犬みたいに酔っ払って。またこんな高い選手飲みやがって。家元に借金したな。俺の今月の手当もおそらく酒代で消えてんだろうな。薬風呂。オーリクが神殿弟子となってから2年間、毎日欠かさない必修項目である。効果のほどは不明だが、朝の長距離走と薬風呂、この2つの必修項目以外、オーリクは他の弟子と一緒に興妙法の東雲堂で文化の授業も学ぶのだ。数学の論理、異教の方言、九州の歴史、終戦の礼儀。霊剣派はこれを素質教育といい、基礎教育の一環としている。まだ単体期なのに勉強達人になったなんて気に食わないやつだな。一応神殿でしたからね。長老に認められるだけあってただものじゃないね。オーブ長老、美人でエロいしね。エロいことも教えてもらってるのか。いや、俺的には美人でナイスバディで自由奔放な花雲長老の神殿弟子になりたいよ。皆さん、九州の歴史の授業を始めるよ。嬉しいですか？イエーイ、カン先生を愛してるよ。高等学問、九州の歴史のようなつまらない授業に皆さんが情熱を持ってくれて先生嬉しいよ。じゃあそろそろ授業始めるよ。カン先生の授業に巡り合うために留年しまくった甲斐があったな。今日も誰もいない。前回は輝かしい終焉まで説明して、巡り合わせの悪い収支を何名か紹介したよね。さあ次は末法時代。この章の内容はちょっと重苦しいんだよね。亡来先祖や明治新人などみんなの知ってる英雄たちはこの章で次々と死んじゃうんだ。末法時代になった原因は未だに解明されていない。なぜならあの時起こった異変が多すぎて記録に残っていないこともたくさんあるからなの。約6000年前の九州天地の霊気に急激な変化が起きた。終始はある程度の境地に至ると天地の霊気との交流は随時行うもの。上位終始になればなるほど受ける影響も深く崩れも早い。末法時代の異変は丸200年続いた。その後天地の霊気は枯渇し、終戦会は変わり果ててしまった。この部分まともにやってるとえぐいからちょっとスピードアップするね。とにかく終始の腕前が強ければ強いほど異変にも影響されやすいってこと。
千年も戦界で名を馳せた赤音神人も霊気の枯渇が原因で精神の錯乱を起こしてしまった。異変後強引に修行した者は精神の錯乱を起こし赤音神人のようになってしまった。恐れた修士たちは皆修行を諦めてしまい、レベルの高い神宝を使う者もいなくなり、その結果人も減り、終戦界最高の気功法も大半失った。次回は万物蘇生のショーだよ。ちゃんと予習しといてね。結局後半は死者の名前を読むだけだったな。以前オーブ長老がこの授業を受け持ってた時、現実使って当時の状況をそのまま再現したらしいぞ。マジか。知ってる。巨端レベルの弟子までもが気絶するほどだったとか。そんなことよか、早く食べに行こう。やっぱ小妖法の外門弟子食堂だな。当たり前だ、表妙法なんか思い出しただけで。うえー。オーリクの食事はというと、毎回マスコットのように珍しがられていた。さすがにこれにはうんざりしていた。小妖法の定期券が切れ、代わりにオーブが作ってくれたのは表妙法の内門弟子食堂の定期券であった。今日のこの破壊力、ラム肉のカエル卵添え、魚ソースのバナナ揚げか、それともシュールストレミングプリンか。龍拳長老が雇った最異人のシェフは、家元の住む精神法にちなんで星を眺めるパイという料理を作り、家元以下長老たちに振る舞ったそうだ。10個余りの死んだ魚の頭が亡霊のようにパイ生地に刺され、長老たち皆もパイ生地と同じ色になるほど驚いたという。チャレンジャーだが死ぬぞ。いつも食べに来てくれてありがとう。あなたが美味しそうに食べてくれると自信がつくの。また新しいメニューにチャレンジしたくなったわ。ごめんなさい、気がつかなくて。いっぱいあるから遠慮なくおかわりしてね。罪作りなやつ。そろそろ女家旅館の料理が恋しくなる頃かと思ってね。豚の隔離じゃなくて、おかみさん。で、修行はどう？進んでる？そっちこそ、旅館ほったらかして大丈夫なの？2年前から雇ってるバイトがいてさ、最近まともな料理が作れるようになってきたから、時々店を任せてるんだ。よく人を雇うような金。そうか、大根売った金がたんまりあるか。で、お前のゲイトモ君はどう？カイちゃんはただの友達だって。この2年間はずっと手紙でお互いの情報を交換しているよ。カイちゃんは修行1年目ですでに気を体に入れることができるようになったらしい。昨日来た手紙には、つい先日電気機の七品境地を突破しました。万宝専門はさすが特殊霊魂の理想の修練場所、余すことなく能力を発揮することができました。修行の喜びを共に分かち合うこともできず残念です。自慢話にしか聞こえねえってのそんなこと言ったら傷つくよ、ゲイトモ君。まあ確かにそれに比べたらこっちの内門弟子はまだまだだね。一番早い出身でもやっと気を体に入れることができるようになったばかりだし。けど2年間で長距離走しか身につけてないどっかの空霊魂よりはマシか。俺は勉強達人だよ。ちょっとは敬意を払ってもいいんじゃない？そんなこと言ったっていつもいつも口で勝負するわけじゃないんだし。俺様の計画はこうだ。3年錬期、3年蓄期、3年巨炭、10年後金炭新人になり、主神みたいなやつに圧勝するつもりだったが。霊剣派はなんで修行前に炭体機を入れるの？肉体の鍛錬をなめんなよ。武術まで習得できればさらなるステップアップの土台になるからね。俺が毎日やってる長距離走とお風呂って何？じゃあ私が教えてあげる。ちょうど単体機だし人間界の武術を学ぶのにちょうどいいよ。今後の正式な修行に影響が出ない？安心しな、私が教える術は変に癖がつかないから。拝ませていただきます。やめんか。結構スピードあるじゃん。
一応2年間ずっと走りっぱなしだからね。スピード上げるよ。ついてこれるかい？へえ、こんなとこあったんだ。ここは一年中紅葉している不思議な森なんだけど、いいところだろ。じゃあ最初に交流人口を教えてやる。16式しかないからそんな複雑な術じゃない。まず呼吸を整えて気を体内に流し込んで、そのイメージは一匹の龍。どう？簡単でしょ？びっくりしすぎて記憶失ったみたいっす。ふざけんじゃねえよ。気を体内に入れることすら知らない俺に何をしろと。もっと初心者向けの術ないの？バカ野郎、うちで作った飯食べさせてやらない。飯で人を脅すなんて最低。普通なら教えないところをわざわざ。今度山の霊装を持っていくからさ、気を体内に入れるところからスゴ技まで教えて。そこまで言うなら教えてやるよ。はい、まずは姿勢を真似してみよう。今時の武術はこんなにも周知度高いの？結構体柔らかいね。腹筋がつる。呼吸のリズムを私に合わせて、私に全てをシンクロさせて体に覚え込ませるといいよ。少しずつ気の存在を感じて、呼吸の仕方が正しければ体内に流れ込む気の動きを感じるはずだよ。感じる。体の中で異様な気流が動いている。全身の筋肉が震えているような感じだ。筋肉に入っているほんのわずかなエネルギーすら全部絞り出されるみたい。すげえ。体力の消耗が半端なく早え。おかみさんが言うには、朝晩1回ずつ練習すれば1ヶ月も経たずに主神と同じレベルになるそうだ。ああ、師匠いないみたいだな。またお酒飲みに行ったかな。あの女につくなんて本当に時間の無駄だわ。体が重い。一度に練習しすぎ。うわっ！なに？これ。やっぱ思春期ってやつかい？起きてんならさっさと起き上がれ！今のはエロい誘惑に耐える特訓。ただ酔っ払ってベッド間違えただけだろうが！え？リクちゃん？今から出かけるの？ああ、朝練。何の練習？今日は等運動の授業ないはずだよ。属性武術だ。属性武術？誰に習ってんのさ？山で出会った武術の達人。2年も修行したのに、走りで猿にしか勝てない俺を憐れんで、凄技を教えてくれたんだ。それって、絶世の美女を前にセックスしないでオナニーするのと一緒じゃん。何が達人だよ。リクちゃん、あんた星を眺めるパイを食べすぎて頭壊れた？あそこの飯知っててなぜ定期券を作った？ここにいた2年より達人といた1日の方がよっぽど収穫が多いわ。恥ずかしく思えよ。そいつ詐欺師かもしれないよ。詐欺師でも腕がすごい詐欺師だ。うるさい。要するにわっちの腕前を信用してないってことさね。その詐欺師をここに連れてきな。わっちが負けたらおもちゃにでも何でもなってやるわ。とまあことの経緯は以上で。受けたの？うん。もう帰っていいよ。そう言わないで。法術を使わずに人間並みのレベルで戦うって。勝てない賭けをするわけないでしょ。あの人が、彼女は何と言っても金丹新人だ。法術を使わなくても凡人なら余裕で踏みにじれる。おかみさんだってただの凡人じゃないってことぐらい知ってるよ。俺だって師匠と喧嘩するつもりなかったけど、属性武術を教えてくれたやつは頭腐ってるクソみたいなもんだって。
おまけに雑で下品で短気で貧乳の男勝りの女に決まってる。こんなやつは男は寄ってこないし、レズパートナーもいない。30過ぎたら基本指とキュウリで時間を潰し、いつか大型犬を飼うかもしれないって。うわっ、今すぐ山に行くよ。今日中にあのクソ女をぶっ飛ばさないと旅館を潰しちゃうわ。無双肩骨第98班、霊剣山で待って。